完備から沈みつつある戦艦バイエルンスカパフローでのドイツ艦隊の自沈では第一次世界大戦後に行われたスコットランドのイギリス海軍拠点スカパフローにおけるドイツ艦隊の自沈について記述する急戦協定の条項に基づきその処遇が決められるまでの間ドイツ対応艦隊はスカパフローに抑留されていた全艦艇が接収され連合国艦で 分配されるのを恐れ、ドイツの指揮官、ルートビヒフォンロイター提督は艦隊の自沈を決死にした。自沈は1919 19年6月21日に実行された。イギリス警備官の妨害により何隻かが岸に座礁させられたが、抑留されていた艦艇74隻中52隻が沈んだ。多くの沈没艦は、その後数年の間に引き上げられ解体された。 一部の艦は引き上げられずに残っており、ダイビングサイトとなっている。休戦協定への署名が1918年11月11日に、コンピエーニでなされ、第一次世界大戦は終わった。連合国は、有ボートは降伏させ、ドイツには戻さないということには合意したが、水上艦艇に対する扱いについては、合意ができなかった。アメリカは、 最終的な決定がなされるまでは、中立国の港で抑留することを提案したが、それについて交渉されたノルウェーとスペインは共に拒否した。そこで、ロズリン・ウィームズ提督が、ドイツ水兵を最小限だけ乗せた状態で、ドイツ艦隊をスカパフローで抑留し、イギリス本国艦隊がそれを警護することを提案した。スカパフローに入るドイツ巡洋艦 M 電、フランクフルト、 ブレムゼ11月12日に、ドイツ側に対し、太陽艦隊は11月18日までに、出港準備を完了せよ。さもなければ連合国は、ヘルゴラント島を占領する、ということが伝えられた。11月15日夜、フランツフォンヒッパー提督の代理人、フーゴモイラー少将が、デイビッド・ビーティー帝と、ビーティーの機関であるクイーン・エリザベス艦城であった。 BT は条件をモイラーに提示し、翌日の二度目の会談でそれはより詳細なものとなった。u ボートは、ハリッジ部隊の監督のもと、ハリッジで、レジナルド・ティル・ウィット少将に降伏することになった。また、水上艦隊は、フォースワンへ向かい、そこで、BT に降伏することとされた。それから、艦隊は、スカパフローへ行き、そこで抑留されて、 講和会議の結論を待つことになった。水兵たちの間にはまだ反抗的な雰囲気があり、士官たちが命令に従わせるのが難しいことを知っていたため、モイラーは期限の延長を求めた。最終的にモイラーは夜半過ぎに条件に署名した。ドイツ太陽艦隊を先導し、ロサイスへ向かうイギリス巡洋艦カーディフ最初に降伏するのは U ボートであり、 11月20日にハリージへ到着し始め、最終的に176隻が引き渡された。ヒッパーは艦隊を降伏させることを拒み、その仕事はルートビヒフォンロイター少将に任された。ドイツ艦隊は11月21日にイギリスの軽巡洋艦カーディフと出会い、カーディフに先導されて、グランドフリートや他の連合国海軍の370隻以上の 艦艇と合流した。ドイツの艦艇は全部で70隻であった。戦艦 K2 比と K 巡洋艦ドレスデンは、機関の故障のため落語し、駆逐艦 V30 は、途中で触雷して沈没した。ドイツ艦艇は、フォースワン内へ護送され、そこに停泊した。BT は次のように伝えた。ドイツの旗は、 本日の日没と共に降ろし、許可なく再び形容してはならない。11月25日から27日の間に艦隊はスカパフローに移動した。駆逐艦はガッター海峡に、戦艦と巡洋艦はカバ島の北と西に配置された。最終的に74隻がそこで抑留された。計2とドレスデンは沈んだ。 V30 の代わりの駆逐艦 V129 と共に12月6日に到着した。到着が最も遅かったのは1月9日に着いた戦艦バーデンであった。最初抑留された艦艇は巡洋戦艦部隊によって警護され、指揮は順に、ウィリアム・クリストファー・パケナム中将、ヘンリー・オリバー少将、ロジャー・キーズ少将が取った。 5月1日に警護任務はレブソン中将の大西洋艦隊第2戦艦戦隊に変わり5月18日にはシドニーフリーマントル中将の第1戦艦戦隊になった海軍歴史家アーサー・マーダーは抑留中のドイツ艦隊の状態を完全な式喪失状態の一つと表現したそのように状況が悪化した原因を彼は4つ挙げた それは規律の欠如、食事の水準、レクリエーションの不足、郵便物の遅延である。それらの問題が累積した結果、筆舌に尽くしがたいほど秩序を欠いた状態に陥った、感も生じた。11月29日、グランドフリートの副司令長官、サーチャールズ・マッデン提督は、議系で、かつての上官でもある、ジョン・ジェリコに 発された命令はことごとく実施に先立って、下詞官兵たちの委員会で検討され副書された後、都合のいいように実行されているという内容の手紙を書いた。ある抑留されているドイツ官邸を訪れた時、ドイツの士官たちは周知のあまり何も言えない状態であったと報告された。食料はドイツから1月に2度送られてきていたが、単調で質も良くなかった。 魚やカモメを捕らえることが食べ物を補うことになり、また、いくらかのレクリエーションにもなった。また大量のブランデーも送られてきていた。イギリスは抑留されている艦艇の水兵たちが、上陸したり、他の艦を訪れることを禁止していたため、レクリエーションの場は乗っている艦の中に限られていた。また、イギリス人は、紅葉の時に限って訪れることが許されていた。 ドイツへの郵便は、最初から検閲されており、ドイツからのものも後に検閲されるようになった。ドイツ人たちには1月に巻きタバコ300本、または、は巻75本が与えられた。抑留中の艦隊に、ドイツ人医師はいたが、司会はおらず、イギリス側も司会派遣は拒否した。抑留された艦艇の指揮は、戦艦フリードリヒデアグローセに、 正気を掲げたロイター少将を通してなされた。彼は休養の際抑留中に官邸を訪れたり、命令書を届けるため自由に使用できるイギリスのドリフターを持っており、彼の部下たちも上院の本国機関準備のために時々他の艦を訪れることが許された。レッドガードと呼ばれる水兵の一団が、船室の天井を踏み鳴らすため睡眠を妨げられ、 健康を害したロイターは、3月25日に、軽巡洋館 M 電への移動を要望した。彼の指揮下には、最初に万名いたが、7ヶ月にわたって断続的に、減少した。12月3日に4000名がドイツに戻り、さらに12月6日には6000名が、12月12日には5000名が、去って残り4815名となり、残ったものも1月あたり、 約100名ずつドイツに戻った。駆逐艦状で釣りをする水兵抑留された艦艇の処遇はパリ講和会議で議論された。フランスとイタリアはそれぞれ艦隊の4分の1を要求した。イギリスは他の海軍に対して数で勝っていたが、艦隊の再分配はその優位を崩すものであることを知っていたため、艦艇の処分を望んでいた。九戦協定の 第31条で、ドイツは保有する官邸の破壊を禁じられた。ビーティーとマッデンは共に、自沈が試みられた際に、ドイツ官邸を接収する計画を承認した。キーズとレブソンは、ドイツ官邸を接収し上院は二具島に抑留する、ことを進めたが、それは取り上げられなかった。彼らの懸念は正当化できないものではなく、実際1月にはロイターが参謀長に、 自陳の実現可能性について述べている。5月に予期されるベルサイユ条約の内容を知ると、彼は自陳の詳細な計画を準備し始めた。どんな犠牲を払っても艦隊は自陳するだろうということを、ロイターは知らされていた、とエリヒレーダー提督は後に書いている。6月18日にドイツへ戻るものを乗せた2隻の輸送船が出発しさらに、 上院の数が減少したことで、ロイターの元には、準備を行うにあたって信頼できるものが残ったことになった。その日、ロイターは命令書を送った。その第11段落には次のように書かれていた。我々の政府の同意なしに敵が、官邸の所有権を得ようとした時のみ、それを沈めるのが私の考えである。講話において、 我々の政府がこれらの感染を引き渡す条項に同意したならば、我々を今の状態に追いやった連中の永遠の不面目という形で引き渡しは実現するだろう。彼の命令は6月18日に抑留中の官邸に届けられた。その間にベルサイユ条約の調印が6月21日正午に行われることになった。 第一戦艦戦隊は自陳の準備が行われている。兆候を調査するため、ドイツ艦艇に退居して乗り込む準備をしていた。6月13日、マッデン提督は行動を起こす準備のため、6月17日以降、毎日政治的評価をしてくれる、要海軍本部で直接要請したが、少し後で、BT に海軍本部には、講和条件に対するドイツの態度について、 確かな見通しがないと述べた。フリーマントル提督は条約調印後の6月21日から22日の夜中にドイツ艦隊を接収する計画を6月16日にマッデンに提出した。マッデンは19日に計画を承認したが、条約の調印期限が6月23日19時に延期されたのを知ったばかりであり、そのことをフリーマントルに伝えるのを怠った。 同じ日、フリーマントルは延期のニュースを新聞で見てそれが事実だと判断した。彼は指揮下の戦艦に魚雷攻撃に対する訓練を行わせるようマッデンから命じられており、それには魚雷回収のため天候が良い必要があった。6月20日夜の天候が良かったため、フリーマントルは第一戦艦戦隊に対し翌朝9時に出航するよう命じた。 ドイツ艦隊接収は彼の船体がスカパフローに戻る6月23日の夜まで延期された。フリーマントルはスカパフロー出航前にロイターから急戦協定は未だ有効であると非公式に伝えられたと後日述べている。6月21日午前10時頃ロイターは艦隊に対し自沈の信号に備えるようバタリュー信号で命じた。11時頃 ロイターは、ハタで信号、すべての部隊長及び、水雷艇長に告げる。本日付命令書の、第11段落、翼竜艦隊長より、という内容を送った。信号は、手端信号や、短小等でも繰り返された。自震はすぐに開始された。シーコックや注水バルブが開かれ、艦内の導水管は破壊された。自震が開始された際に、 水の流入を早めるため、幻想はすでに開けられており、防水扉や複水器のカバーも開放され、また隔壁に穴が開けられた管もあった。しばらくは目立った変化はなかったが、正午にフリードリヒデやグローセが右に激しく傾き始め、すべての管はドイツの軍艦機をメインマストに形容した。そして乗組員たちは体感し始めた。 スカパフローに残っていたイギリス海軍の戦力は、駆逐艦3隻とトローラー7隻、数隻のドリフターであり、駆逐艦のうち1隻は修理中であった。フリーマントルは12時20分に、自沈の知らせを受け、12時35分に訓練を中止し、全速力でスカパフローへ向かった。彼は14時30分にスカパフローに到着したが、 その時浮いていたのは大型艦のみであった。フリーマントルは利用可能なすべての艦船に対してドイツ艦艇の自治を阻止するか座礁させるよう命じた。最後に沈んだのは巡洋戦艦ヒンデンブルクであり17時のことであった。その時までに15隻の主力艦が沈み沈んでいないのは戦艦バーデンだけであった。 また4隻の軽巡洋艦と32隻の駆逐艦も沈んだ。イギリス側が自沈をやめさせようとした際に、艦上でドイツ人9人が射殺され、約16人が負傷した。午後、1774人のドイツ人が救助され、第一戦艦戦隊の戦艦でインバーゴードンへ運ばれた。休戦協定を破ったため、ドイツ人たちは、 捕虜として扱われ、二宮島の捕虜収容所に送られると、する命令を、フリーマントルは出した。一部のみが、海面上に出ている、巡洋戦艦ヒンデンブルク何隻かは手に入れられる、ことを望んでいたドイツ艦隊が自沈したことは、フランスを落胆させた。スカッパフローにあったドイツ艦艇74隻のうち、主力艦は16隻中15隻、巡洋艦は8隻中5隻。 駆逐艦は50隻中32隻が沈んだ。残りは浮いているか、浅瀬に栄光されて座礁させられた。座礁した艦は後に連合国艦で分配されたが、沈んだものについてはそのまま放置された。戦争終結後旧式艦の解体で、スクラップが供給過剰となっており、引き上げてもコストに見合わないと判断されたためであった。その後、 高校の障害になっているという現地の住民からの苦情を受けて、1923年にサルベージ会社が設立され、4隻の駆逐艦が引き上げられた。スカパフローでの戦艦バーデンの引き上げ作業。巡洋艦フランクフルトも映っている。その頃、起業家アーネスト・コックスが関与し始めた。彼は、 駆逐艦26隻を250ポンドで海軍本部から購入し、さらにザイドリッツとヒンデンブルクも購入した。彼は購入し改装した古いドイツの艦ドックを使用して駆逐艦の不要作業を始めた。1年半で26隻のうち24隻の駆逐艦の引き上げに成功するとコックスは大型艦に取り掛かった。コックスが開発した 新しい引き上げ技術で、ダイバーは、海中の船体に開いた穴を塞いだ後空気を送り込み浮上させてから解体業者のところまで栄光した。この技術を用いて彼は何隻も浮揚させた。しかしこの方法は、費用がかかり、ヒンデンブルクの引き上げに用した費用は、最終的に約3万ポンドに達した。労働葬儀が1926年に起きた。 炭鉱でのストライキのため作業は一時中止に追い込まれたが、コックスは沈んでいるザイドリッツから石炭を取り出して、ストライキが終わるまでの間機械の燃料として用いた。ザイドリッツの引き上げは難しく、最初の引き上げの際に、ザイドリッツは再び沈んでしまい、引き上げ装置の大半が破損した。コックスはくじけず再挑戦し、 引き上げの瞬間を捉えられるようにカメラを用意するよう命じた。この計画はコックスが休暇でスイス滞在中に誤って不要されたことで危うく裏目に出るところであった。コックスはザイドリッツをもう一度沈めるよう命じ、それからイギリスに戻ってザイドリッツの不要に立ち会った。コックスの会社は最終的に駆逐艦26隻、巡洋戦艦2隻と 戦艦5隻を引き上げた。自陳した、駆逐艦 G.2 に横付けする、エセンコックスは、残りの事業を、アロワシップビルディングカンパニーに売却し、海軍を買った男として退いた。会社は後にメタルインダストリーズとなり、第二次世界大戦で救出されるまでにさらに5隻の、戦艦や巡洋戦艦、巡洋艦を引き上げた。残りは、 水深47メートルに達する深い場所に沈んでおり、引き上げを行う経済的な価値はなかった。小さな鉄の破片を引き上げるための小規模な作業は継続されており、核汚染の可能性がない時期に生産され放射性、同位体を含まないそれらは、ガイガーカウンターのような放射線に敏感な機器に使用されている。残っている7つの沈船は、 古代遺跡及び史跡に関する法律で保存される予定である。ダイバーはそこを訪れることはできるが、それには許可が必要である。ありがとうございます。